ソルジャーズソウル、俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、どの戦いを強いなる戦いが、あなたは負けることはない。私は信じています。サンクチュアリ決戦の日、巨階級を主流に任せ、単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのは、かつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟、レオのゴールドセインとアイオリアだった。サオリをアテナと認め、忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。この四死球を通ろうとする者は誰であろうと、このレオのアイオリアが殺す。アイオリア、聞いてくれ。沙織さんは教皇だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜けなければ手遅れになる。沙織さんは、アテナは死ぬんだ。何、アテナが死ぬ？無駄な戦いはやめて、四死球を通らせてくれ、アイオリア。残念だが、それはできん。言ったはずだ、この四死球を通ろうとする者は誰であろうと殺す。クソ、沙織さんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ。あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。遠慮はしないぜ、アイオリア。所詮ブロンズではゴールドセイントには勝てん。ファイト。手よ、獅子の牙を。なんだ、あの冷酷な目は。なぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。陣地優を兼ねて、まさしくセイントの鏡のようだったアイオリア。あれには効かんぞ。今はまるであっちのようだ。ハイトニングボルト、ハイトニングボルト。まだまだ、こりゃ。実力もわきまえず、ゴールドセイントに挑戦していた。その愚かさを思い知るがいい。たとえ勝てないまで、あと一歩しているやつよ。せめて一死を。聖夜、死の覚悟ができた。セイント、生まれや育ちは関係ない。そう教えてくれたのはあんただ。俺には効かんぞ。あの言葉がなければ、俺はセイントにはならなかった。どう持ち続ければ奇跡を起こせる。そうあんたが教えてくれた。俺には効かんぞ。俺のコスモ、ファイトニングボルト。まだまだ苦しいだぜ。まっすぐ楽にしてやるぞ。ファイトニングボルト。このままではやられる。さあ、ウィナー。負けられない、アテナのためにも。コスモが消えそうだ。バーティー、聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオス、
と言いたいところだが、事情が変わった。セイヤ、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。どけカシオス、お前ごとき増票に用はない。どかぬ。あんたの目が覚めるまでは。うわバカな、カシオス、お前なぜ自らの体を貫くようなことを。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え？その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないっていうのか。どうもよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アイオリアの高速拳、今こそ見切るんだ。せいや、手加減はせんぞ。はいと。待てない、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。いくらコスモを高めたところで俺を倒すことはできん。カシオスのために死ね。勇敢なセイントというだけでなく、人間としての優しさを持っていたあんたを取り戻すためにも、命である限り自分は諦めない。俺には効かんぞ。俺のコスモペガサス流星拳。よし、ノレ待ってくれたな。セイヤ、これでもまだ目が覚めないのか。アイオリア、俺には効かんぞ。ハイトニングスター。どうすれば、アイオリアの洗脳を解けるんだ。ペガサス流星拳。ハイトニングスター。まだもがき苦しみたいのか。こんなところで負けるわけにはいかないんだ。燃えろ心のコスモよ。奇跡を起こせ、アイオリアの高速拳。今こそ見切るんだ。いいな。目が覚めたか、アイオリア。コスモが消えそうだ。俺は一体。よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス。カシオス、
今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。セイヤ、アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女級へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対にシャカの目を開かせるな。シャカの目が開かれた時、その場にいる全てのものは生き絶えるのだ。